皆さん、こんにちは。ミズピーのボーリングの部屋、ボールボーラーのミズピーです。いつもありがとうございます。つい最近、加藤プロの動画を見まして、水谷シャミ、試作品で作ってみたんですけども、彼が1枚持てたみたいで、僕のシャミと、加藤プロのシャミと、ヘキシャミと、笹田シャミ、4つ使ってストライクどれが出るかってなってましたよね。なんと、僕のシャミ使ったらストライクは0でした。なんてことするんだ。ということで、今日は自分で持っていた自分のシャミを使って1ゲーム、ストライクは何個出るかやってみたいと思います。はい。絶対出るはずなんでね、ものは一緒です。このプリントしてある、ここは違うだけなんで、そんなのもう絶対許せない。ということで、自分でやってみたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。はい。それでは僕のシャミを使って1ゲーム、今から投げてみたいと思います。こちらですね。あと非売品なんであまり宣伝もできないんですけど、さあ行きますよ。ほんまにストライク出るかも、これ。さっきちょっと練習したんですけど。はい。スペアが取れるシャミかも。スペアも取れないシャミかも。はい、ちょっとアジャストしますね。出るよ、僕のシャミでもストライク。加藤君見てる？新品のシャミね、ちょっとこうやって回らないんでめっちゃ拭きにくいんですけど、あれがベタベタなんで今日はしっかり拭いておきますね。とりあえず半分のに、はい、出ました。今日はね、実はピンマイクがないんで、もうカメラの音声拾ってもらってるんで、はい、ちょっと投げ出したら喋れないですよね。はい、ボールに油が結構見えるかな、ついてきてます。はい、これを。はい、一生懸命拭くと表面の油取れました。これでいいと思います。惜しい。2人は思ったんですけどね、今ね、ちょっと指乗ったかな。ちょっと最近ね、調子悪くて全然指乗らないんで、まばらなボーリングで。危ない危ない。なんとか取れました。
こうフレーム今度は出す。9本が出るシャミになっちゃってる。どうしましょう。スペアは大丈夫です、はい、加藤君証明しましたんでね。ですね、今日これ今おろしたばっかりなんで、このゲーム今5フレ終わって190ペースですけど、もしターキー出なくて210いかなかったら、あのこの1回だけ使ったシャミそのままプレゼント企画にします。ボールを吹くと曲がっていてくれました。助かりました。今日。さあ、ボールを吹く。登りますよ。ちょっとじゃない、かなりショックだ。はい、終わった。9本は出るシャミーですからね。いい聞いたんで、後がなくなってきました。やばい、ミスター何シャミ、誰も応募してくれんのちゃうかな、これプレゼント。深く行って、はい、OK、さあ、もう200条行くためにはパンチアウトしかないです。はい、もう後がないので思い残すことなく拭いておきましょう。視聴者の皆さん、おめでとうございます。今、この僕の1枚、今だけ使っただけのシャミープレゼントが決まりましたので、改めて応募方法、はい、連絡したいと思います。視聴者プレゼント決まったのでもったいないんで、センターのタオルに変えました。
が決まるとドライブで出るもんですね。今打ち水なんですけど勝手に倒れました。はい、もう一回投げてみたいと思います。ありがとうございました。やっぱり僕が投げてもストライク出なかったです。このシャミ、はい、こんなシャミでもよければ、本当に今日このオープニングを取って1ゲーム投げる間の10回しか吹いてないので、まあ、裏も見てもらったら分かる通り全然綺麗です。もしこんなシャミでよろしければプレゼントにしたいなと思っております。はい、一応ね洗車札もこうやって入れときましたので、はい、セットで本当にごめんなさい、少ないです。1名の方に、したいと思いますので、応募時間もめっちゃ短くします。はい、応募内容は概要欄に、下に貼っておきますので、ぜひそちらをご参照ください。よろしくお願いいたします。本日の評価、いいとは思いませんけども、よかったら高評価ボタンお願いいたします。チャンネル登録、まだの方、すみません。もっと面白いの作るので、チャンネル登録をぜひお願いいたします。ね、一応4000人に達したときにまた、何かしたいかなと思ってるんですけども、はい、いろいろ考えておきます。よろしくお願いいたします。はい、本日は以上でございます。ありがとうございました。バイバーイ。